麦おや分岐器の向きがはちゃめちゃだぞ。え、うす、申し訳ねえ、はちゃめちゃですな。うん、私分岐器合流器置くの苦手かもしんない。え、何年目？あ、うそ、何がさんに煽られたんだが何年目だ。これだったらこっち消してフリッターでしょ。で、こっか、うん、こうやな。はいはい、こうやな。定時なのだ。もうそんな時間ですか。あら、まあ大変。まあ降りたくなるのも仕方ない。仕方なくはないですね全然そんなことないですけどなんで。うん、そうだよ、仕方ないよね。いいえ、たまに間違うこともあるよねっていうとこでしょ今のは。うん、あるよね、たまには間違うことだって言われてあるよ今さら言われてもな。こう違うよ、そりゃ人間だものなんかまあそうな、そうなんですけど、なんか納得いかないというか、なんというかよしよし、よし、いいね、できたかな。あ、ここつながってないな。うん、はいはい、いいですね。うん、あら、リュウジパイプを置いたのか。これこれうまくいくかな。お待ちください。はい、でこうしてギリギリダメか。今日は何作るんだっけな。で1メートルハンド台で見えない。コントロールキーをしながら。このフロアなんだっけ、作るの。ここはリサイクルプラスチック、コピーペーストできますように。鉄で伸ばして、あれ、あ、そっか、ち、あ、そっか、まあいいな。うん、ペーストできましたか。完璧アイガさんの完璧はな自称だからな。ひどいな、そんなことないよ。あれ、どうしたの。あれ、こんなかったっけ。こんなかったっけ。でも言われりゃこんなかった気もするな。 OKOK、 分かった、こうしようこうしよう、こうこう、こうしましょう。コンベアの方は合ってるから。そっか、まあパイプがぐにょってた方がまだいいよね。そうですね、ええ、うん、リフトはぐにょれませんからこっちの方が良かったと思いましょう。うん、そっか、いや最初のやり方パイプの方で軸を合わせていたらどうせその後ダメだったっていうことじゃない。なるほど。
見えた。まあでもパイプが上に来るってことはパイプをきれいにした方が良かったのか。いや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 。ん？いや、あのこの何？ちょっとこのうねってるパイプもそれはそれでいいものじゃないですか。普段と変わった感じがして。なるほど。何？神野さんがいいんだったらいいよ。やらしい方。それで満足できますか。いやこれはでもしょうがない、これはしょうがない。いつも神野さんが言うんだよ。それで満足できるんですか。これは今は先輩から学んだ言葉を伝えてる。変なことばっか学んでますよね。うん、これはしょうがない。だってこのやり方をするとどっちかは歪んじゃうから。だったらパイプの方がまだいい。うん、あ場合だと満足できない配置言うじゃないですか。だろうな、やっぱ上に見える方がね。まあね、まあね、コンベアの方をぐるっ、コンベア今直付けしてるから。うん、いやいいや、 OK です。オッケー。いいの、ゲーということです。動けばいいの、動けば。うわ、動けばいいの。本当にやたら突っかかってくるじゃないですか。気になるところではあるけれど、それはね、うん、あの今後ここを回収することになったときに考えましょう。わかりました。まず今回はこれでよしとしよう。 OK。 許可が出てしまいましたね。まあまあまあ、まずね、まずい。どうする。まあまあいい、それは考えるのはまた。上から見てみて、ちょっと言い出した。いやいいじゃないですか。斜めだって。斜めだっていいと思いますよ。ちょっといつもと変わった感じがいいと思う、ね、うん、 OK。 OK OK、 すごい含みのある OK だ。そんなことないよ。あー、とまずあれですな、あの設定したら電気つないでください。はい、今電気つないでます。2番うん、こうしたらここにゴムを入れるんでしたっけね。そうですね、ゴム。うん、なので下のゴムを作って、なんかおかしくね、なんか間違えた気がするな、これ。うん、あー、こういうことか。やばい、間違えたな。この段階ですか。ここがリサイクルプラスチックなのは合ってる。はい、でゴムを持ってこなきゃいけない、うん、はい、そのゴムがこっから来てんのよね、うん、でここに今ゴムを入れようとしたけどそれが間違いで、うん、間違いです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 。で、じゃあどうすればいいのっていう話なんだけど、うん、どうしよう。これには入れないの？うん、これ何設定してる？あ、これね、ここまだしてない。ここリサイクルゴム。ここリサイクルゴム。だからプラス。この2台がリサイクルゴム。そうですそうです。プラスチックを入れないといけない。そうですそうです。上で作ったプラスチックをここに持ってくるっていう話だ。あ、うん。うん、まあそれはいい。
で、やんなきゃいけないのはこの2機で出たプラスチックと、うん、プラスチックじゃないゴムか、ゴムとここに今伸びているゴムを全部合わせてリフトで上に運ぶ、うん、ということ、うん、なるほど。どうしよう、この2台はリサイクルプラスチックでしょ。そうですね。お、ん？上に運んだらダメじゃない。まあそっか、あれ上に運ぶ、違う、ここリサイクルゴム、ここリサイクルゴムよね。うん、そうだ、この2台はリサイクルゴム、あ、下はリサイクルゴムか、うん、そうそうそう、うんうん、でここでゴムができる、でここゴムが来ている、うん、どうやって運ぶ、どこで合流させるかっていう話なんや。それはまずこれはいらん。なるほど、こう来てるんだったらここで合わせちゃうか。リサイクルレシピは強力な分扱いが手間なんだよね。そうなんですよね。あっちから持ってきてこっちから持ってきてみたいなことを、そして合わせなきゃいけなく、でどこで合わせるか、合流器がまずいります。この下は通せるからここかな。どうしよう、ここか、ここかな、やっぱそうですね。いれば、でも、こうかな、じゃあ難しいですね。これで、こうかな、うん、こんな感じはどう？はいはい、ちょっとここはもうあのこの辺でここでつなげちゃって、うん、先に合流させてっていう形。うん、かな、ここがちょっと、いやちょっと待って、おっとかっこ悪いな、それは。で、ここをこっちに持ってきて、感じかな。こうして、この辺か。こうしてこう、こう、こう。あなるほど、うんうん、なるほど、こうか、じゃあなるほど、これつながんない、つながらん、ずれているし、じゃあこっち側にしてやろうと思えばどうにでもできるんですけど、なるべくなんかいい感じにしたいなという気持ちでいっぱいでございます、うん、こういう感じかな、じゃあ、いや、近すぎてダメだ、うん、ってことはこうか、こうだったらつながる、え、もう惜しい、ダメなんこれ、ダメだ、はい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 、オッケー、分かった分かった、もうちょい1個、あと1個手前かな、合流がもう1個手前、
ゃあこの辺にしとこう。でこうすれば多分いけるやろ。コンベアの向きが違うからちょっと直接は入んないけど直そうか。じゃあこうかな。まあなんとも言い難いけどもうちょっと寄せるかな。もうちょっと寄せようかな。難しいね。変なことにねこだわり出すとね難しくなる、ね、これが、まあ、それが楽しいゲームだから。おうの通り。ここがさっきの場所で、それ間違えた。ここがさっきの場所で、ここから一個ずらしてみる。おう、あ、間違えた。うん、本当高い。はい、ここかな。じゃあナイス。これ消して、はあはあ、こんなもんかな。うん、こっちのがいいんですね。はい、すいませんけど、あの合流機目指して頑張ってくださいこっちのは消して、なるほど。合流させた方がいいんだよね、先に。うん。え、だってこれ直接行けんじゃない？直接もう行けるなと思った。だからさ、ちょっと置き直していい？どうぞ。どうぞどうぞ。合流機、合流の向きがここで、はい、じゃあこれでちょっと多分お願いします。今度こそ多分。夏は麦茶だな。夏じゃないね。そう、もう来週23度よ。え、そうなんです。まあ言うて、だって来週もう4月ですよ。そう、この雨が止んだら23度まで上がるらしい。ああ、それは来週なの？来週まで雨止まないってこと？ぼちぼち。明日は晴れるけど、うん、明後日し明後日はまた雨らしいよ。なんてこったい。うん、明日めっちゃお洗濯しないと。ああそうですね。うん、はいはい。23度か。ある結局来なかったですね。うん、もう5月ぐらいらしいよ。だって23度は。盆の四季も失われてしまったのかと、うん、気持ちになってしまう。うん、よしよし。タイガさん今何してるところ？合流。そうよね合流させるかさせないかを悩んでる。え、これ合流させないとダメじゃない？どこでさせるかの問題があるけど、直で突っ込めるからさ、これこうしてああ、そういうこと。いや、それは合流させた方がいいですわ。うてこんなんとかでいいんじゃない？うん、こうなるとこれがやっぱり嫌よね。
は後でいいか。よし。うん。今日はコンベアちゃんとつながる。まあ普通にやればつながるのが当然なんですけれどもね。やっぱこの間が変だったんだな。前回が電子レンジ使いすぎたんですかね。ね、同じ時間に使わないよ。いや、タイガさんがお腹減ったとか言ってなんか温めてるかもしれないじゃない。トラはここで作業してるのに別のトラが。タイガさん作業してる風に見せかけてなんか遊んでるから。なるほど。コンビア敷いてるふりして肉まん温めてるみたいな。だから繋がらない。本当に真面目に働く社員他にいないよ。どの口が言うの。日を見つけてはサボってる人が。最近サボってないよ。はい、目を光らせていますからね。うん、めっちゃ監視されてる。監視社会。監視社会。社会、2人でも社会か。監視社会に生きてる。じゃあ最後、もう時間なんで終わろうかと思うんですけど、最後にちょっとここだけやっておきましょうか。はい、これね、はい、ここの1台、うん、この1台だけから、うん、1台だけからコンベア伸ばして、でこっちにつなげようと思うんですよ。うん、うん、でそうするためには分岐なしで、でここでまっすぐ伸ばしてこうしてこう。いや違うな、直接下ろした方がいいや。いや、タイガさんここから持ってってください。はい。本当に落ちる。そこは落ちます。オッケー、オッケー。なんだかんだでできたな。そうですね、なんだかんだで。そうか、タイガさんも行き場が良くなったっていうことか。そうですね。めっちゃ力強いじゃないですか。返事が。これはとてもそうですね。そこから2つに振り分けてください。はい、設定してないとこあるね。ペーストミスか。恐ろしいこと言うやん。いや、事実よ。ペーストミスよ、これは。サイクルプラスチック。うん、まあと細かいところはまた来週かな。できました。はい、 OK です。コンベアスピードの調整とか、あと何だろう、ダウンクロックか、うん、機械のパーセンテージを上げるみたいな操作が必要になってくるんですけど、うん、その辺はまた来週にしようかと思います。分かりました。バクサさん、まあ実際そこらのポットでな工場長よりよくできとると思うで。だってタイガーさん2年やってますからね。2年でこれなんだよな。ポットでよりできなかったって。それはさすがにね。終わってるよ。もう。まあでも本当手際が良くなってきた。コピーペーストも使えるようになったし。ね。マウスのミドルクリックも使えるようになったし。そうなんですよ。それでだいぶ早くなったよ。うん。なんでできなかった、なんでしなかったのかっていう、これもあるんですけどね。よし、じゃあ今日はこの辺にしますかね。了解です。あとは一人で工場一つ作れるといいんだけどね。そうねやらせたいんですよね。なかなか難しいですね。
設計からやってほしいんですけど、まあかな数字が関わってくるとなるとちょっとね。そうね、確かにです。そうね、そうね、もうね、ただ作るだけだったらまあ適当に立ててもなんとかなるんですけど、効率とかね、うん、何個作るためにはみたいなことを考え出すとちょっと数字とは切っても切れない関係性サティスファクトリーでございますな。芝草さん、計算用人のさんが必要計算するだけならまあいいですけど、なんなら電卓があればできるっちゃできますけどね、計算するだけなら。確かに。芝草さん、100回記念でトラ工場しない？それもしないそれもありじゃない？しないよ。しない、しないですか？しない、しない。いや、してもいいと思いますけどね。あの、なんだろう、事前にあの募集しておいて、何を作るか他の人から募集して、それを課題として作るみたいなやだ。じゃあその間神野さんは何するの？え、実況解説。何やる気か？めっちゃ上手に投げれるようになった。ほんと高いところから低いところはまあ簡単なんですよ。うん、ちゃんと足に張り付いたわ。いいところから高いところはちょっと難しい。え、どこ行った？雪玉って当たっただけでなんかダメージ表記出るんですね。え、そうなんだ。うん。プップって当たるたびにプップって言われるんですけど。うん。まだ遠いか。どんどん当ててくる。あ。なるほど、意外と投げてくれるな。ひどい。おわちょっとタイガさん死んだんですけど、私。あ、ジーノさんが死んじゃった。雪玉だってダメージあるんですからね。4つついてたもんな。いないや。爆弾全部吸着でビタメあるで。そうなんですか、知らんかった。へえ、そうなんや。まあ、基本的にあんまりジーノさんいなくなっちゃった。他人から爆弾ぶつけられることそうはないですからね。タイガトラぐらいのもんですよ。そうですね、ジーノさんがいないよ。います。ちょっと助けに来て。いた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 。ちょうどまたさっきのタイガさんみたいに壁の土台の隅っこに隅っこがで寝るのが花が咲いてる。何見てんのよ。お尻に、お腰な、お尻に花が咲いてる。あ、見えてるのが違う。芝草さん、神の死が死んだからあとはトラちゃんが全部頑張るんだね。そんな。起きて、起こされたわ。都合のいい時だけ起こす。危ない危ない、でも100回記念で大河トラ工場ありじゃないですか？ダメですか？嫌ですよ、そんなプレッシャーで死ぬわ。でプレッシャーに強い大河トラって言われてませんでしたっけ？うん、何のプレッシャーも感じないね。じゃあいいじゃないですか。プレッシャー回路を破損してるからもうもはややられたい放題ですね。じゃあトラちゃんが成長した成果を見せるのもあり。成長してない。首振りすぎ。見てる人酔うからやめなさい。はい、ということでね。成長してたいな。まあ、成長してるところは見えて見せられてはいますけれども、まだ一人で工場を建てるのは無理なんかな。でもやってほしいですけどね。少なくともでも最初。ちっちゃい工場は。鉄板とか。そんなすぐじゃないですか。鉄インゴット工場とか。そんなん拾ってくる、拾ってきて何精錬炉かますだけじゃないですか。ダメですよそんなの。ね、石炭から。ああ、え、じゃあもう全部作っていく。石炭を拾ってくる工場とか。いや、もう拾ってくるだけなら工場にもなってないんですけど。石炭を持ってこようとか。
コンベア敷くだけじゃないですか、いつも通りです。手運びで。では水晶発信機工場で。あー、なかなかいいですね。無理だな、中央でやったやつだ。なかなかね、まあ1台建てるだけだったらそれほど難しくはないんですけど。そういえばさ、中央工場止まってるよ。わかってますよ。100回記念さ、中央工場の復興じゃない。何の記念にもならんですし、100回目じゃ終わりませんからね、それ。そっか、あれ結構広いもんな、あそこ。あそこもね、ちょっと増産しようと考えてて。あ、なんでちょっともうあれも半分ぐらい壊して建て直しみたいな形にしようかなと考えてるんですよ。うん、なんで、なるほど。なんでね、まあ、まあまあ、でもそう、最終回までにはちょっとタイガトラ独壇場、独壇場、独演会、首を振るな、首を振るな。おお、最終回迎えれないよ、終わんないもん。まあちょっとね、そう、最終回の予定は全然立ってませんけれども、うん、いつかはこうタイガトラ卒業過程ちゃんとやりたいですけどね。怖い怖い怖い、やめてやめて。まあ、そう、タイガさんがちょっと拒絶反応を示しておりますので、まあ、はい、ちょっとね、予定はまだなしということで残念ですが、原発ができる頃にはもうちょっと成長してるかどうかな。鉄インゴットぐらいは作れるようになってるかもしれない。いや、それは今でもできるでしょう。卒論ならぬ卒業制作、そうですね、そうそうそう、ね、卒業制作大河トラ工場正かやってほしいですね、正か。まあまあまあ、将来的にはそういうものが建てられるようにということで、まあちょっと落ち着いてもう、これから頑張っていただきたいなというところで、皆さんどうぞ大河トラへの応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ジンノさんの大変な子守の応援をよろしくお願いします。お願いします。今日もよく働きました。うん、そう、なんだかんだでちょっとまあ一段落してリサイクル工場できましたからね、うん、ちゃんとね、パイプに色までつけたりなんかして、ちょっとカラフルめいてますけど、まあここもあと来週もう少しだけ拡張して最終的な、うんうん、あ、全然だわ、全然だわ。この後ここでできたプラスチックを使って最終製品を作るんですけど、そのための材料が全然足りてないんで、その辺をまたやっていく形になります。うん、やっていきましょう。はい、よくできました、丸って。よくできました、ありがとうございます。今日は頑張った、今日も頑張った、素晴らしい。来週も頑張ります。そうしましょう。はい、うん、というわけで、わけで本日も落ち着きねえな。どこ行くの。終わるから集まろうとしてるのに勝手に一人でどっか行かないで。こっちこっち。って待って。あれ。どこ。どこ。あ、はい。はい。はい。本日もご視聴くださり、コメントくださり、アドバイスくださり、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高評価ポチリありがとうございます。高評価ポチリしていただきまして、バイバイなのだ。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ポチッとお願いいたします。よろしくお願いします。ジンノさんのツイッチのフォローもよろしくお願いします。どうぞどうぞ。はい、告知ありました。バイバイなのだ。どうぞ。そんな脅すような形で。告知はと、ああ。土曜からバイオショックっていう割と有名なゲームやろうと思ってるんで、よかったらどうぞっていう感じです。ホラーですか。ホラーなのかな、なんか深海サスホラーなんかな、かもしんない、わかんない、なんか深海に行くアドベンチャーアクション一人称ゲームみたいな感じだったと思いますけど、深海は楽しそうですね。
うん、宇宙服じゃないや潜水服にまた身を包んで出かけることになると思います、うん、ね、宇宙より未知だもんね、誰も到達したことないから。あー、そうとも言える。確かに海の底って、そうですね、何が出るか分かんない、うん、お楽しみに。ひえー、お楽しみに。はい、え、タイガさんの告知、丸建設は木曜日ですね。うん、そうですね、ちょっとなんか最近体調不良や月末進行が発生しておりまして、うん、何人揃うかわからないので何をやるかもわからないんですが、うんうん、一応木曜は何かをしますってことで、はい、直前まで分かりません、はい、暇なメンバーで頑張ります。はい、暇で元気なメンバーで頑張ります。はいはい、はい、というわけで以上かなですね。はい、皆様今日もお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。1週間まだまだ長いですが頑張ってまいりましょう。まいりましょう。はい、ではでは、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。